幽霊の出る踏切。千葉県流山市。ここに何の変哲もない一つの踏切がある。しかしこの踏切、ただの踏切ではなかった。幽霊のいる踏切。この静かな村の片隅にある踏切に、なぜこんな噂が立ったのか。やっぱり事故が何回かあって、そこに幽霊が出るとか、そういうような話でお化け踏切ってなったんじゃないかと思います。地元ではお化け踏切と呼ばれるここで、どんなおどろおどろしい出来事が起こったのか。昭和44年、この辺り一帯は水田が広がるのどかな農村地帯。人通りもさほど多くないこの踏切には、警報器も遮断機もなかった。ところがなぜかこの踏切では事故が多かった。5年間でなんと8人もの死者が出る魔の踏切だ。この夜もまた一人、まるで吸い込まれるように踏切の中へ。後を絶たない悲惨な出来事に村の人の心は痛む。しかも事故が起こるたびに新聞には魔の踏切という見出しが躍る。なんとかならないものか。村の人は皆そう思っていた。当時この地域の自治会長を務めていた松田栄次郎さんの、事故をなくしたいと思う気持ちは誰よりも強かった。松田さんは毎日のように副会長の奥富さんと額を寄せ合い、頭を悩ませていた。どうしたもんか。なんとかしなければ。みんなが頭を悩ませていたある夜、吸い込まれるように踏切に近づいていくサラリーマン。またかと、その時ライトに照らされた闇の中に、闇の中に浮かんだ、それはまさしく幽霊。全身白ずくめ、夜風になびく長い髪、深い恨みに凍りついたようなその表情。電車のライトに浮かび上がるのはまさに幽霊。お化けだ、お化けだ、お化けだ。しかもこの幽霊はこれ以降しばしば現れ、裏の人を驚かせたのである。踏切に幽霊が出た。そんな噂が村の中に広がり始めた。あそこの踏切だ。事故で無念の死を遂げた人の霊に違いない。突然襲った事故を恨み、成仏できない魂が夜な夜な迷い出ているのか。噂が噂を呼んで村中大騒ぎ。当時を知る山崎さんは、当時はあの辺うちもなかったし、まあ、真っ暗だったわけですよね。で、まあ、あの白いこうお化けがね、わーっとこうね、白いお化けがぶわーっと。お化けはいたって言いましたよ。ええ、はい。何回ぐらい見ましたお化け。何回ぐらいでしょうか。何回となく。何回となく。噂は嘘ではなかった。本当に幽霊はこの村に出たのである。しかし事態は思わぬ方向に動いた。時が経つとともに増える目撃者。なぜか不思議なことに、幽霊が出て以来踏切事故はめっきり減ったのだ。なんだ、バイオンだ、バイオンが出た。当時のことをもう一度山崎さんに聞いた。もうあれからはね、もう事故なくなりました。本当に事故がなくなった。幽霊の噂で踏切を渡る人が注意し始めたためか、理由はともかく踏切事故がぷっつりとなくなった上に、幽霊も悪さをしないことが分かり一安心。村には明るい笑顔が戻った。
が、実はこの幽霊騒動には意外な事実が秘められていたのである。幽霊騒ぎが盛り上がる直前の夜、踏切に1台の怪しげな車が止まった。やがて車から降り立った2つの人影は何やら奇妙な動きを始めた。車の荷台から大きな箱を取り出すと、今度は地面に杭を打ち始める。一体何をし始めたのだろうか。ファミ通、ファミ通、ファミ通。今回は独占スクープ、南北隊のドラゴンバナー。発売直前、徹底解剖、火星物語。さらに国宝、リッジレーサータイプ4も見逃せない。ゲームのことなら週刊ファミ通。アスキー、おりゃー、火星物語。いや、俺に貸せ。いっちゃうの？俺やっちゃう。家族に優しい RPG 火星物語。綺麗な子ね。お花つるつる。お茶買ったんだ。はい、やろんちゃん。これ飲んでるんだ。うん。大道ヤンロン茶。ヤンロン茶。サンサーの新歯磨きオーラ2は、歯垢の元の取り方が新しい。新配合の多孔質粒子がブラッシング時に歯垢の元のネバネバを吸着、歯をスベスベにします。吸着するからよく取れる。サンスターオーラ2、新発お出し新発売。幽霊騒ぎが盛り上がる直前の夜、踏切に1台の怪しげな車が止まった。やがて車から降り立った2つの人影は何やら奇妙な動きを始めた。車の荷台から大きな箱を取り出すと、今度は地面に杭を打ち始める。もうちょっと上。あ、そう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 、それでいい、それでいい。あ、上出来、上出来。なんとこの人、自治会長の松田さん。一緒にいたのは松田さんの会社の従業員、勝美さん。一体二人は何をしているのか。なんとそれは幽霊の人形。身の丈ざっと2メートル。長い髪を垂らし、恨めしそうな表情の幽霊人形。村中の人を怯えさせた幽霊、その正体はこの人形だったのだ。本当に2人はこんなことをしたのか。真相を知る霞さんは、私がお化けを運んでました。本当だった。霞さんは社長の増田さんに頼まれて人形を運搬、柱に取り付けたという。一体何のために。あの夜、深夜まで副会長の奥富さんと知恵を絞った松田さん、考えあぐねた末に、ついにある一つのアイデアがひらめいた。そうだ、あれで行こう。松田さんは知り合いの人形師に制作を依頼した。やがて松田さんのもとに届いた人形、それがこれ。注文していた増田さんも腰を抜かすほどリアルなその人形。お値段1体5万円なり、今なら30万円はする。松田さんはこの人形を置くことにより、踏切に近づく人に注意を呼びかけたのである。あれから30年、松田さんの息子秀夫さんは亡き父の思いをこう語る。そう、30年ぶりにこういうことになって、多分苦笑いしてるんじゃないかな。喜んでるか分かりませんね、きっと。そして現在のお化け踏切、警報器と遮断器が取り付けられ、30年前とは姿も安全性も一変した。が、事故をなくしたいという松田さんらの願いは、お化け踏切という愛称とともに今も生き続けている。事故を防ぎたいがためにお化けを置いたという。最初はね、ああ幽霊や怖いって言われて、2回目幽霊や、3回目あれ幽霊かって言われて、徐々に気づかれてはいたんですけど、あくまでも注意を促すための、まあ、標識みたいなもんですから、ここに踏切がある、気をつけて渡ろうという、みんな標語書くよりよっぽどいいですね。確かにそうですね。
けわかんない人が多くなって。お化け本当にいるのと思いますか。見たことある。あ、ある。あります。え、どんな幽霊でも。あのね、丸いの男の人。丸い男の人。メガネがかけてるの。メガネかけて丸いのって、お前やだ。ちょっと待って。ちょっと先に行きましょう。